画面の前の皆様、こんにちは、松尾です。では今回デッドバイデイライトをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回は生存者でのプレイとなります。使っていきますのはジェイクですね。使っていきます。パークは、予感、そして、都会の逃走術、しなやか、そしてセルフケアで行ってみたいと思います。アイテムは、医療用キットの、一番弱いやつですね。そして、アドオンに、注射器を持っていきたいと思います。そして、オファリングは、ハロウィンの、イベントの限定アイテム、パテュラの花弁でやっていきたいと思います。ではロビーに参加したいと思います。はい、生存者は4人で揃いましたね。ドワイト、ネア、そしてデビッド・キング、そして私のジェイクですね。ではやっていきましょう。今回のオファリングですね。経験チャップ、そして、パテラの花弁が4枚出ております。はい、場所はコードウィンドファーム、ロトンフィールズに決定しました。ではやっていきましょう。早速誰かが気づいたようですね。そこのネアは動かないですが大丈夫でしょうかね。ドワイトでしょうか。ダウンを捉えましたね。ネアが動き出して、私と発電機の処理に取り替わりましたね。殺人鬼は誰でしょうね。ハントレスでしたね。さあ、ジェイク食らってしまいましたね。負けたようですかね。ではセルフケアで回復したいと思います。先ほどまで私、ぼっち飲みをしてきたばかりでちょっと酔ってますが、頑張っていきたいと思います。
はい、回復はできましたね。ドワイトも回復しました。では私はここをつけるとしましょう。一人、また傷ついてますね。うまく巻いたようですね。3人でやれば、8センチもそれほど時間がかかりませんね。そのまま走ってった、デビッド・キングは追われたかもしれませんね。ど真ん中を直していきたいですね。誰か一人追われてますね。デイビッド・キングでしょうか。さあ、ネアと合流してこの発電機を直してみます。ドワイトも来ましたね。さあ、残り一つのところですが、デイビッド・キングは捕まってしまいました。ではデビッド・キングを救出します。さあ、残り一つですね。発電機が、結構スムーズに進んでおります。また誰か、気づいてますね。では私はここを取り掛かるとしましょうか。ドワイトが捕まりましたね。
では、トワイトを落としてます。ミスってしまいました。あれ、ネアが捕まってしまいました。では1回目のようですね。ここは、ドワイトに任せて、ニャオを下ろして、注射器を使いました。ハンドレスが待ってますね。ちょっと隠れてみましょう。ノーは持ってたんでしょうかね。さあ、できれば私はこのハッチから出たい。あと一人残ってますね。ネアが傷つきましたが、出ましたね。ということで私は8で、では脱出します。さあ、小瓶が一つ溜まりました。まだまだ先は長いですね。まだ3つしか溜まっておりません。
得点は 25,225 点という結果になりました。いかがでしたでしょうか。今回デッドバイデイライト生存者でのプレイとなりました。一応このパテロの壁持ってきたんですが、もう瓶がほぼ満タンの状態でしたので、あまり、取ることができませんでした。しかし、一度もダウンすることなく脱出することができましたね。そして、この注射器、これもうまく活用できたと思います。一番ダウンした味方に使うのが一番なんですが、もうせっかく持ってきたんで使いましたね。はい、ではまた次回、デッドバイデイライトをやるときは、頑張りますので、どうぞご視聴よろしくお願いします。今回ありがとうございました。うつぼでした。